じゃあ上のレベルで SVOC 振ってる本ってなかなかそうないんで、確かにそういう意味ではポラリス3って優秀ですね。ハイパーの3は一応その総計レベル入れてるんですけど、あれは実際でも総計レベルっていうほど。武田塾チャンネル。久しぶりの企画なんですけど。何ですか今日の企画は。今日の一冊っての参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね。はい、はい、まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、まあ、ちょっとせっかくなんでいろいろまたね、新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど。おー、ニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊ずつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。高田先生、はい、今回の参考書は何ですか。今回紹介する参考書は、うん、関正夫の英語長文ポラリス発展レベル3です。はい、来ました、ポラリス3ですね。はい、うん、ポラリス1は参勤交流とかセンターレベル、ポラリス2がマーチとかのレベルでした、はいはい、ポラリス3はどんなレベルなんですか。まあ総計とか上智とか、あとは難関の宮廷とかの国公立レベル。なるほど、はい、総計上智宮廷、はいはい、難しそうですね。めっちゃむずいですね。なるほど、うん、で難しいのもそうなんだけど、 そこまでいくと私立と国立でも全然やっぱ問題違うじゃないですか。違いますね、うん、総計だったらその選択肢の難しさみたいなところもありますし、うんうんうん、国公立だったら記述問題で70字で何々を説明しなさいみたいな和訳問題とかもあったりとか、はい、だから純粋にその文章がむずい長文と設問形式によって難しい長文とか、あとはマークと記述の難しさのそれぞれがあったりとか、そういうのもあったりするんで、まあいろんな長文をこう扱ってくれてる教材ですね。そうですね、はい、だから反面その私立志望だったらこの問題いらないんじゃないのみたいなね、あったりするかも、いました、いました、はい、うんうん、とは思うんだけど、正直でも一応やってた方がいいんじゃないと思いますけど、せっかく長文でやるならね。総計志望で国公立の問題が来てもそれを飛ばさずにやるべきだと、はい、そうですね、いうことですね。で一応その武田塾的にはこの参考書を使うタイミングっていうのは、あ、確かに、まあ、難易度的にはやっぱりその700とか1000とか、はい、あのライズの4とか、はい、読み解き英語長文800、読み解き英語長文今ちょっとね、あの絶対になっちゃってるかなと思うんですけど、はいはいはい、あの辺に並ぶ、要は最高難易度レベルの方の長文の参考書かなっていうふうには思ってますので、うん、まあ、700やる前に使ったりとかね。あ、なるほど、700は SVOC が全部振ってあるわけじゃないんで、うん、3でも SVOC しっかり振ってあるんですかね、うん、そうですね。なるほど、はい、じゃあ上のレベルで SVOC 振ってる本ってなかなかそうないんで、確かにそういう意味ではポラリス3って優秀ですね。ハイパーの3は一応その総計レベル入れてるんですけど、あれは実際でも総計レベルっていうほど難しいわけでもなかったりするわけじゃないですか、うん、まあ、そういう意味で言うと、その ある意味純粋に総計レベルに合致してるその SVOC 詳しい参考書っていうのはなかなかなかったんで、はいはい、これすごいありがたいなっていう。確かに、とは、うん、そうですね、総計レベルの文章で構文に困るとこもいますもんね、うん、はい、まあ、でもね、ぜひその難関向けのね、少ない長文をこう数がね、やっぱ参考書の数も減っていくから、はいはいはい、レベルが上がるにつれて、そうですね、それで使うには非常にいいんじゃないかなとは思います。解説も詳しいし、まあ、構文もちゃんと振ってあるしね。じゃあもしやりたいなって人がいたとしたら、やっておきたい700とかで、もっと解説欲しいの、解説が詳しいのが欲しいなみたいな人が700をやる前にやるって感じですかね。あとは700省いて過去問入りたいなんかの場合だったりする時でも、これだったら一旦その過去問の代わりでやる前に詳しい解説でできるっていうのがあるから、うん、まあ、そういう点でも使いやすいんじゃないかなっていう。700の代わりにもなる一冊ですね、うん、ですね、まあ、なので非常に使いやすいと思うんでね、まあ、このレベルで詳しい解説の参考書をやりたい場合にはぜひ使ってもらえればと。ただ大前提としてはやっぱりポレポレとか、はい、関先生が書いてるプラチナルールとか、あの辺をやってるのが大前提なので、できればやっぱポレポレやっててほしいと思うんだけど、その上でこれは解くようにしてほしいって形ですね。わかりました、はい、今回は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。